こんにちは。建築試験一問一答チャンネルです。今日はですね、平成26年と平成14年の問題から、特定防火設備、防火設備の問題について2題取り上げてみたいと思います。それでは早速問題に行ってみましょう。防火区画に用いる特定防火設備である防火シャッターなどは、常時閉鎖、もしくは作動した状態にあるか、または随時閉鎖、もしくは作動できるものでなければならない。そちらの丸バツはいかがでしょうか。正解は丸となります。解説は1番、2番の問題を解いた後に行いたいと思います。それでは2番。防火区画に用いる特定防火設備は常時閉鎖、または作動した状態にあるものとしなければならない。こちらいかがでしょうか。こちらは×となります。まず2番の解説からいきましょう。常時閉鎖、または作動した状態というのはですね、正しい記述です。ただですね、1番、2番、特定防火設備、もしくは、防火設備に必要な性能っていうのは2つあります。それがですね、常時閉鎖もしくは作動した状態になるもの。もしくは随時閉鎖もしくは作動をできるもの。なので、2番に関してはですね、この片方。1番の場合しか、記述していないので、×という正解となります。逆に1番はですね、常時閉鎖もしくは作動した状態にあるか。これ1番ですね。随時閉鎖もしくは作動できるもの。2番ありますね。2つきちんと記述されているので、丸となります。ここでですね、常時閉鎖もしくは作動できした状態にあるものという、防火設備の性質としてイメージができるでしょうか。これは一体何を言ってるんでしょうか。1番、この常時閉鎖もしくは作動できるものっていうのはですね、普段、閉まっている、消しちゃいますね、一度。閉まっている防火設備。それでは2番はどうでしょうか。これは普段空いている防火設備となります。つまりですね、防火設備が必要なのは、要は防火区画、階段周りだったり、防火区画に必要になってくるんですけれども、その際にですね、普段閉まっていると、煙を、だったり、火炎だったりを、防げて有利な状態にあるんですけれども、で、2番においては、普段空いているものっていうのは、ですね、煙が発生した場合っていうのは、煙感知器、もしくは、熱感知器と連動しなければいけませんといけないということも覚えておいてください。感知器ですね。煙感知器。感知器。
今日のまとめに入ります。防火設備、特定防火設備に必要なもの、に要求される性能というのは1か2番のいずれかの場合となります。それは、普段閉まっているか、普段開いているかで、普段閉まっていても作動した状態、作動した状態っていうのはこう開け閉めができるということですよね。で、普段開いているものもこう閉めることができるという、こうちょっと紛らわしい記述になっているんですけれども、2つのパターンがあるということを、覚えておいてください。で、さらに、普段開いている随時閉鎖パターンっていうのは煙感知器と熱感知器と連動する必要があるということを、まとめて整理をしておいてください。で、次の動画でですね、どの場合にこう煙感知器だったり熱感知器と、連動しなければいけないかというのを出そうと思っているので、縦穴区画に関しては4つのパターンがありますよね。熱水区画、放送区画、縦穴区画、石音区画ですね。で、それについて、追って、この動画を出していきたいと思うので、こちらもぜひチェックしておいてください。今日は以上となります。